わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部の扉を押し開こう。崇城大学芸術学部美術学科、中村健二教授じゃ。一体どんなことを教えておるんじゃ。大きく分けますと、まずはそういった画材、特徴のある画材、それから技法っていうのもあるんですけど、もう一つ大切なことがスケッチをしながらですね、移り変わりの中で、自然と向き合って描いていくというようなことが1年間の大きなサイクルでございます。日本画の場合、修復ですとか、新たに天井画を描くということになってまいりますと、社会の中で一つの役割として絵筆を持つということを経験することになります。まず桜湯の天井に狩野派の絵師が描いてるんですね。その現物を修復するのではなく、レプリカを作るというようなことになりました。西浦工人の場合は本堂を新築されたんですね。この天井に天井画を描いていただけないかと。実はこれ卒業制作の一環として、卒業するときに奉納して卒業すると。豊島の方の天満宮なんです。これは基本的に修復です。文化財の保存修復というのは、やはり日本画をやってる人間が持つ一つの使命として捉えていいと思うんですけれども、そのことを学生たちに伝える場として非常に貴重なありがたい経験をさせていただいてますし、おそらくこれからもずっと、続いていくと思います。ふむふむ、その他にも地域貢献活動をしておるんじゃろう。古い料亭の田吾作さんございまして、あそこが明治の頃まではですね、料亭の中に能の舞台があった。松の木の絵が描かれていたんですけれども、やはり年数が経ちで、そのうちもう絵も消えてしまい、でも昭和の中頃にはもう完全に絵がなくなってたそう で全くないままずっと来られてたんですけれども、熊本地震によって建物を修復改修するにあたって、その舞台も復活したいというような思いを抱かれたそうで、それでじゃあ日本画を描いてる誰かに依頼しようかということになって、まあ私の方までお話をいただいたと。学生も大学院生と4年生ですけれども、あと卒業生も含めまして、一緒に取り組みました。そういった若い人たちに一人でも多くですね、経験をして、またそういった若い人たちがもしかするといずれそういった機会をいただくことになるかもしれませんので、そういった時に生かしてもらえたらなという思いも含めて、学生たちと一緒にやりました。本当にさまざまな形で地域に貢献しておるんじゃの。これからも挑戦は続いていくのかの。やはりこの九州の地で、この熊本で少しでも多くのですね、文化財であるとか、そういったところに携わっていく人材みたいなものもおそらく今後も必要かと思われます。ですからそういった人たちを一人でも多く輩出できたらいいなというのもございますし、日本画の日本の中の日本画の世界で注目していただけるような若い人たちがこう出続けていく土壌みたいなものができたらいいなというふうに思ってます。崇城大学芸術学部美術学科の活躍がますます楽しみじゃ。